ありがとうございます。ではただいまから、稲田翔士様並び山本純一様の講演会を開催させていただきます。とにかく僕はもう年まとってきてることは知ってましたけども、まあ、いつの間にか90歳になっちゃったというのが実感です。まあこれまでねやれたということは、まあ、自分でも褒めてやりたいなと思ってるぐらいで、まあいずれにしても年を取ってますけれども、まあそんなに今のところは体力が落ちてないかなというふうに自分では思ってますんで、落ちてますよ、落ちてますけど、それほどまだ大丈夫かなという気持ちが今あるんで、これからも頑張ってやっていきたいなと思ってます。はい、まあ、今稲田さんの実際の日常の生活、1週間どんな生活をしているかって多分気になるところだと思うので、まあトレーニングと食事と、まあ実際今まあ先ほどご紹介あった通り奥さんが亡くなってからトライアスロンを始めているので、実際90歳で一人暮らしです。マンションの一人で暮らしているんですけど、一人暮らしで自分で自炊をしてトレーニングをしています。月曜日からまあ日曜日までの1週間のちょっとこう流れというか、朝起きて何をしてトレーニングして何をするかみたいな1日の流れを、ある日の流れ。そうですね。まあ一応僕は今仕事してませんので、一日中フリーということもあるんですけども、まあ、とにかくやってることで言えば毎日、まあ、トライアスロンのトレーニングをやっているということになるんですが、そうですね、まあ、特に、まあ、年取ってくると特にそうなんですけども、もうすぐもう体が弱ってくる、筋肉をしてくる、これはもうしょうがないんで、それをなんとかね食い止めたいなという気持ちがあるんですから、まあまず休む日はトレーニング休む日というのは作っていません。まあ、もちろん気候例えば雨だとかなんかいろいろ気象条件とかなんかいろいろ需要があって、できない時もありますけれども、まあ、できる時はまあ例えば雨が降ってもまあなんかしてるとなんかをすると、もちろん3種目あるんですからね。だからまあなんかやるということで日常生活を今送っておりますね。とにかく朝は弱いんですよ、なかなか起きられない人なんで。でそれから、まあ、一人暮らしですから朝食作るんですね。でこの朝食というのも、まあ、自分なりにいろいろ考えたメニューで、メニューっていうか、まあ、ワンパターンなんですけども、それ作るのに時間がかかるもんですから、それを作って、食べるのにだいたい時間が1時間半くらいかかるんで、それはちょっと呪いんじゃないかと思われるかもしれませんけど、とにかく食材そのものがたくさんあるんで、それをこう作るのが時間かかるんですからね。それでまあ朝朝食を済ます、その後もうすぐトレーニングかかります。トレーニングはその日によって違いますけれども、まあ、お天気とかいろいろありますけれども、まあ、とにかくメインは一番時間かかるのは自転車ですね。バイクって僕は言ってますけど、でバイクの練習を、まあ、よく、まあ、何とかやる。で、まあ、それで終わる時もありますし、それから、まあ、通常の場合はそれが行って終わっ途中でお昼ご飯をどっかコンビニかなんかへと食べるんですけど、でそのあと帰ってくるとチューブで履き替えちょこちょこっと走るという、それで夜になるとその泳ぎにスイムの練習にちょっと行く、そういうのが多いですね。ただそうですね、1種目で終わる時もありますし、2種目やるとき、あるいは3種目やるときもありますけれども、まあ、その時の、まあ、体調とかいろんなあれによって、まあ、決して無理しないというか、
無理がもうできなくなっちゃってるんで、まあ、その時の体調によって考えて、まあ、そのやる時のトレーニングのメニューっていうのも変えてますけれども、まあ、いずれにしても休まないでやらないと体が絶対ダメになるんで、本当に一日休むと必ずダメになるんです。もうこの年を取ってくると。だからそれだけはね、まあ、そのメニューそのものも その体調によってもうダメだなと思うときはもう無理絶対しない、もう少ししかやらないとかね、そういうこともありますけれども、まだ80歳のときってのはね、もう今から言えば本当もう10年前で若かったし、もう体も調子もあのときは非常に絶好調という、っていうぐらいだったんで、だからあのときに比べるとね、なんていうかな、その葉山に対する考え方もちょっと違います。今はもうね、本当に制限時間、あ、17時間なんですけど、世界選手権の時はね、世界選手権じゃなくてもいいんだ、17時間なんだ、通常ね。そうですね、どこも17時間なんですけど、その制限時間内に とにかくゴールできればいいというぐらい今考え方で今練習してるんですけど、まあ、そのあらにアイアンマンに対する気持ちというのは、だからそれ挑戦する気持ちはもう全く変わらないですけども、体力が落ちてるもんね、やっぱりそのこの厳しい体力が落ちてきてる状況の中で挑戦できるかどうかっていうのを、まあ、最近は特にその日々考えてることはありますね。で、まあ、まあ今のところできるだろうということで、まあ、できるような練習をしてるなとね、まあ、特にレース中はもちろん、なんでこんな苦しいことを俺やバカみたいにやってんだろうって思いながらやるということではありますけども、まあそれがまあ結局ね、それでも頑張って一応完走できたということはあって、まあそれでまあまた今度もできるだろうということを毎年過去考えながらやってきてたんで、頑張れるというか、頑張らざるを得ないというところ、こともあるんですよ。いやだからその自分がね、昔みたいにその昔っていうか始めた頃と、まあ、から言えばその本当に楽しいか面白いからやってるという、まあそれもできるからやっていうことでやってたんですけど、それは今はね、まあもちろんだから もちろん楽しいっていうことはありますけれども、実はね、2015年だったかな、あの時に、っていうことは今から8年前なんですかね、ハワイの世界選手権に出た時に、制限時間に、5秒オーバーして完走と認められなかったことがあるんですね。まあ、その時ももちろん世界 最高齢で挑戦してるんですけど、その時に、その時まではもう本当に自分で勝手にやってたし、まあ、途中で深くならばやめりゃいいんだみたいな感じでやってたんですけど、その時にね、5秒オーバー、それはその年に限って制限時間17時間が10分短縮になってて16時間50分だったんですね、制限時間がね。でその時に5秒オーバーしちゃったということもあって、でそれもこう淡々と走ってたんじゃなくて、花道に入ってちょっと二度倒れまして、ちょっと意識朦朧とした状況だったらしいんですけど、でその倒れたって起き上がって、またゴールのゲートの1メートル手前でまた倒れてというようなその状況があって、でそれがまあ、ものすごくなんていうか惜しいってことと、それからその倒れて起き上がってくる時のその様子とかっていうのがね、そう映像がね、世界中にこう拡散されて、しかもいつもだったら17時間制限時間だったら言うとゴールできてたのに、10分間経つためにっ
その5秒というわずか5秒だったけども、それで完走できなかったというね。でこれがものすごくまあというか劇的っていうかね、そういうふうに見られたらしくて、でそれが世界中にメディアで確認されて、そのあれはね本当惜しいと、でお前はよくやったと、で来年は必ずゴールしようとというね、激励のこのメッセージがね僕のもとに、あのフェイスブックっていうのがあるんですけど、それでねもう世界中の本当になんて言葉もわからないような人からもいっぱい激励の、あのメッセージが届いて、それが僕の気持ちをね180度回転がさせたというか変わっちゃったということですね。でそれまでは自分勝手にやってたのが、それからはねそういう人たちを応援してくれる人たちのねこれ期待に応えないと俺は絶対もういい、あの要するに来年出たらこれを生きて日本に帰らないと思ったぐらいの気持ちになって、でそれをイメージして失敗した年からそれ翌年の大会に出るまでに、あのそれをイメージした練習っていうのをや自分でやったんですね。これで完走できるのかどうなのか大丈夫かって言いながらもう本当に必死になって練習だよ、ね、それまで練習とは全然違いますね。でそれでおかげさまでその翌年、あのその前のダメだった時の記録もちょっとそれよりも良くてゴールできて優勝できたんですね。でそれがあの世界最高齢の最高齢完走者の今ギネスになってるんですけども、その時のだったんですね。だからその気持ちっていうのがまだ今ずっと続いてますから毎年そうなんですね。でそれが結局なんていうかな、ある意味僕の背中を押してくれるというか、もう絶対もうダメだって体がもう全然もうダメだいけないっていう気持ちになった時でも、いやそんなことじゃダメだと、ここでは俺絶対ゴールしないといけないんだというそういう気持ちがねずっとあるから、でそういう人顔が浮かんでくるんですよ、応援してくれてる人がね。でそれでもう次のこのチェックポイントというか、その通過したのを知らせる場所があるんですけど、そこのところ通過した、そのじゃあその次のところまで行って、つくまで絶対行くというような気持ちでね、今、やったんですけど、それがまあ今までずっとそのモチベーションとして自分残ってるんで、まあ、それがまあ結構続けてるというより、続けさせてもらってるという感じですね、今ね。うん、で、それに見合った練習ができてるかどうかというのは、やっぱり自分で自問自答しながら練習してるんで、うん、で今のところは、なんかできそうだし、それもね、なんかね、できそうだと思う時のショットがあって、で、あ、ひょっとすると俺、前より良くなってんじゃないかな、例えば速くなってんじゃないかなって思う時がよくあるんですよね、練習中にもね。そうするともうめちゃくちゃ嬉しくなるんですよね。やればできるということをね、皆さんに知ってもらいたいなと思うんですよね。だからなんか興味があれば、やれるかどうか分かんない、まあやれないかもしれないけど、これやったら、こういうことやったら俺は楽しいからな、楽しい人生送れるからなみたいなことがあればね、意外とできるもんだって分かりますね。もっともすぐやめちゃう場合もあると思いますけど、それを言いたいなと思いますね。うん、だからそれがあったから僕は今これ引き続きやれてるんでね、やれば何でもできるんですね。やらないとできないんですよ、当たり前ですけど。うん、やっぱ結果的にトライアスロンになっちゃったっていうことなんですけど、だけどやっぱ今から思えば、とにかくトライアスロンって3種目あるんですね。でその3種目っていうのはね、これよく考えてみるとね、全身3種目合わせると全身運動になるんですね。で水泳はね、主に上半身をこう腕のかきっていうのが、ね、中心になる。
これがあのメインですね。だから、まあ、上半身がこう鍛えられる。で、その次の走る自転車。で、これはね、あのもちろん上半身はもうリラックスして使わない。足もね、足で漕ぐんじゃなくてね、だってこう体幹で漕ぐんですよね。あの腰周りを中心にそこで漕ぐ。足もこうついてくるというか、足は完全にリラックスしてる。まあ、上半身もリラックスしてる。そういう状態でね、やった方がね、漕ぎやすいし、あのだからこう腰周りが鍛えられるんですかね。なんか体幹、ちょっとお金の仕上げとか一緒、いろいろと、まあ、腹筋に力を入れたりなんかするしこともあるんですけど、こう腰周りを中心とした体の部分が鍛えられる。だから足の場合は、これはもう面は足になるんですけど、あのそういうことでね、一応あのこれ3種目やるとね、体 の, あの全部をその種目ごとに鍛える、蹴りられると使う場所を変えながら全身が鍛えられるということがね、分かってきたんですね。でそれをまあ意識してると、またあのいいパフォーマンスというか、そういうのができるようになるんですけどね。あのそれからそれと、それからあの3種目でそれぞれあの得意不得意がありますから、だからあの、まあ、例えば水泳ダメでもその次の自転車で挽回できるとか、あるいはそれもダメでもこう最後ラン頑張れば挽回できるとか、いろいろなのがあるんで、だから3種目全てできなくてもね、それができる。だから僕らみたいにね、年取ってくると特に思うんですけど、あのスピードは全然出ないですね。だから速筋っていうのがもう全くなくなってくる。要するに長くしぶとくできるやることについては、年取ってもできるなということがあるんですね。あれはもうしぶとく上げられずに、もうとにかくもうしんどいけどもしょうがないからけども、なんかや遅くても何でも やってると、最後までやれればゴールできるという、そういう楽しさというのもまた別にあるんですよね。アイアンマンは年寄り向きかなという思っちゃった。どっちかというと長いやつはね、うん、まあ、制限時間も長いですからね。距離も長いですよ。もちろん距離は長いですけど、だからシムトクもとにかく何か知らないでこう動いていけることができればね、まあそれは途中でもうダメになってもいいじゃないですか。だけどそういうことがね、やっぱり楽しみになればね、うん、だからそれが できるっていうとかね、もうたまらなく嬉しくなるんですよね。その年取ってくれば来るほどね、この年になってもね、ここまでできるんだっていうことがね、嬉しくてしょうがないですよね。だからできる、まあ、できれば続けることが今できてるんじゃないかなという自分では思ってますね、うん、だからとにかくあのそういうことも含めですけど、やっぱりね、やればなんか やればかなんかね、できるんだということはね、僕分かってきたんですよ。だからそれを皆さんに言いたいなと思うんですよね。こういう人間になりたいなと思うことがあったら、それね、それやってみると意外とできるんですよね、うん、だからそういうことをね、あの年取ってるからできないと思うんじゃなくて、年取ってるからやったら面白いんじゃないかっていう、やれる面白さっていうね、楽しさっていうかね、そういうことをね、味わえるかなというふうに僕は思ってるし、そういうことを言いたいですね。